組織的なものにしても個人的なものにしてもどういうシステムになってるのか自分の中で全くの無知だったので、お話をいただいた時は何をどう表現するのかが一番謎だったし不安だったし、うん、最後に、うん、楽しみでしたね。心配するスタッフをよそに手慣れた仕草で消毒を済ませてしまう木村拓哉さん。淡々と一人で応急処置を済ませ、何事もなかったかのように次の撮影へ進む。大通りに移動してさらに走る場面の撮影が続く。痛みを押しての全力疾走。まだまだハワイでの撮影は続く。これから連続ドラマが始まるのにこんなに楽なスケジュールでいいのかなとは思いました、はい、遠くにダイヤモンドヘッドを望む浜辺で新海はじめが束の間の休息を楽しむ場面。続いてのロケ先はホノルル国際空港。そこに初めてパイロットの姿で現れた木村拓哉さん。制服について感想を聞いてみた。学生以来なんで自分も制服なんて、今の自分が着る制服っていうのがまた面白くて、うん、微妙に意味がありそうな感じがして。空港の中での撮影も走るシーン。とにかく木村拓哉さんが走る走る。制服姿で走るのはさすがに暑い。それでもまだまだ全力疾走が続いた。結構面白いですよ。成田ロケとかだとまず気づかれないですね、この格好で歩いてると。だから海外行くときはこの格好がいいんだなって分かりました。ハワイでの撮影が全て終了。現地スタッフとの別れ。さりげない仕草でも木村拓哉さん人柄がうかがえる。パイロットたちを管理する運航監査室。監査官のエリートパイロット高田和樹を演じたのが堤真一さん。新海との激しいやり取りがこのドラマの大きな見どころとなる。一組織というか何がね、こう入ってる新海っていうのは結構かき回す系のやつだとは思うんで、自分のポリシーとかスタンスをしっかり持ってるとは思うんですけど、相手との間合いを取るのが案外苦手なやつになるんじゃないかなと。高田さんは今まで一度も風邪をお引きになられたことってないんですか？私は決めている。もしフライト時に風邪をひくようなことがあればパイロットを引退する。非常にクールな感じで、仕事に対しても完璧を求める人っていうかな、まあ、自分自身もそういう追い詰め方をしている人。とりあえずは僕は上司なんですけど、彼には非常にこう厳しく接するんですよね。敵対というよりはある種の愛情を持って接していっ
そうですね。うん、楽しいですよ。うん。毎日毎日違う、その撮影の時彼がすごく現場の雰囲気をすごく良くしてくれてるんで楽しくできてます。すごい人間的な方です。堤真一さんっていう名前はもちろんありますけど、その堤真一さんっていう名前じゃなくてもいろんなコミュニケーションが取れそうな人です。まあ、馬が合うって言うんでしょうね。すっごい簡単な言い方で終わっちゃいましたねそれです、馬が合う。飛行機の巨大な格納庫ハンガー、普段は入ることができない場所だが、 ANA の特別な協力で撮影が実現した。あれシーンでやるべきですよね。おはようございます。おはようございます。あ、これだ、イエーイハンガー、ハンガー初めてです。ワクワク、大事にしてる感じがすごくいいです。主力だもん、主力ってネジ、ネジやってる、ネジ。ライト兄弟に見せてあげたいね、これはね。こんなとこあんだよね、つって来る。もう皆さんがこう撮影くれる際もネットをかぶらなきゃいけないぐらいの熱い感じ好きですよ、熱い感じ。かなり楽しい。飛行機の安全な運航を陰で支えているのが整備士たち。その姿もこのドラマでは描かれている。その一人、小川歩美を演じた柴咲コウさん。ワンカットずつ工具の使い方や整備士の立ち振る舞いについて指導を受けた。剥がれてると、なんか深いポンポンポンって響くようなエコーがかかったような音がするんですよ。今はない。小川歩美は人一倍仕事に情熱を燃やす負けん気の強い女性。映るところは結構なんか意地っ張りな風に映ってるかもしれないんだけど、なんかその中にすごく熱いものを持ってる子だなと思う。うん、だから頑張りすぎちゃったら困るなっていうぐらい、逆にまっすぐでこう自分のなんかそういう経験とか思いとかを職業にしたいとか、ちゃんとそれを実現できてるところとかは、あの私も真似したいなと思うし、まあ、なんか素晴らしいな。私どこにいるんですかね。羽の下ですよ。面白い。すごいね。航空会社のロビーに現れたのはチーフキャビンアテンダント富樫紀子を演じた黒木瞳さん。ゆっくりお休みになれましたか。富樫紀子は仕事に誇りを持つキャビンアテンダントの顔。着陸でございます。 CAA の役は嫌だなと思いましたと思いました。それはどういう、占い的にあんまり良くなかったので別に古い人間ではないんですが、そういうことがあったので、この役だけはずっとやらなかったんですけれども、今回は打ち勝つ材料がたくさんありましたのでいまいち2話くらいの撮影なので、おそらくですが結婚もしてなくて仕事をまあ一筋でやってきている女性ですので、窮屈な女性かなと最初は思ったんですが、そうでもなくって清々しい女性かなと今は受け取って一つずつこなしてます。はい、では改めてご紹介させてください。新海はじめ役木村拓哉さんです。撮影の合間を縫ってポスターの撮影が行われた。木村さんが乗っているのは飛行機のオブジェ。スタッフのリクエストで表情を作るものの照れ笑い。続いて
堤真一さんが登場。なんじゃこりゃ。窮屈そうに飛行機に乗り込んだ堤さん、スタッフの説明を聞いて思わず一言。そして作業着姿の柴崎さん、かっこいいね。スパナを手にしたイメージカットを撮影。こちらでは黒木さんがスタンバイ。慎重に飛行機に乗り込む。カメラマンと表情の打ち合わせ。シャッターに合わせて可愛らしいポーズを次々に決めていく黒木さん、実に楽しい撮影となった。そしてポスターが完成。ドラマの面白さを大胆に表現したインパクトのある作品。内山里奈さん演じた深浦うららも新海はじめに狙いを定めた一人。イケイケのうららが猛アタック。恋愛に対してものすごく積極的でして、ちょっとやそこらじゃうららは倒れはしないような、はい、ある意味羨ましい面もすごくありますし、うわー友達になりたくないなって思うような、恋愛のライバルになりたくないなっていうような子だけども、もしうららのこのような子がライバルでしたら違う手でいこうかなと思うような子ですけど、私富樫先輩みたいにはなれないと思います。どうして？普通に結婚したいし、この仕事を長く続けるつもりはないんで。じゃあお疲れ様でした。深浦さん、生真面目なチーフパーサー太田健三郎を演じたのは段田康則さん。やはり私は女性は嫌いな方ではないので、やはり男がゴツゴツいる職場よりも女性が多い職場が主体ですので、ね、CA の方、あの客室乗務員の女性の方々に囲まれまして、実際も、その中で仕事しておりますので、こんな幸せなことはないと思っております。新海に関しては抜け駆けはご法度なのよ。おつぼね一歩手前のキャビンアテンダント、原田美和子を演じたのは加藤貴子さん。美味しいところに鼻が利くっていうか、美味しいところにすぐ行く。合コンとかもあのすごく自分に得する合コンだったら必ず行く。若いアテンダントに負けないようにキャピキャピと。新海はじめさんっていうのはもうキャビンアテンダントのアイドル、何としてでもゲットするみたいな、その一員に年齢関係なく入ってます今回内山里奈ちゃんにちょっとよく釘を刺す役なんですけど、でも結構カラッとしてると思うんで、楽しんで見てもらえればなって思います。キャビンの撮影にも本物の飛行機が使われた。エキストラの皆さんも機内を汚さないように靴カバーをつけてのご登場。朝まで撮影をします。そして朝まで撮影をしたこの飛行機は明日ロンドンへ飛び立つそうです。なのでぴったりに終わらない限り出発が遅れるんですよね。機内での撮影は時間との戦い、1秒も無駄にできない。わかりました、ごめんなさい。ちょっとホノルル線初めてで、はい、はい、この体重僕の肌に無理だって、持たないって。アップはそれから木村拓哉でしょ。あ、戻さなくていいな。木村さんはその途中使われちゃうの嫌だな。結構遅い時間になってきてね、お腹空いてきた。カメラさんばっか空いてますね。28時、こんな時間、世の中にあんのかな。肌的にも早く終わらせるように頑張ります。こちらは成田空港の出発ロビー。そこに現れたのが国際線の機長内藤ジェーンを演じる竹中直人さん、木村拓哉さんとの突然のツーショット。
カウンターで働く人たちも驚きを隠せない。生意気なんだよ。竹中さんに撮影の感想を聞いてみた。まあこういう仕事ですから照れて役を演じるってこともなかなかないと思いますが、自分自身にはいつも照れますけどね。自分自身には役は役ですから何の問題もないですけど、質問何でしたっけ？ボンジュームッシュ。内藤ジェーンはつかみどころのない男。 I'm sorry, I can't speak. 日本語で喋れよ、すかしてんじゃないよ。ちょっとお勉強する。本当6カ国を操る男、内藤ジェーン。そのため竹中さんは外国語の練習に余念がない。長さん、カムチョーゲ、長さん、長さん、長さん、ガムチョーゲ、やはり自分で自分のことは分からないと思うんですよ。だから演じるからといってその人物を分かるってことはありえないと思うんですね。分からない、分からないことが豊かなことである、私は常にそう思ってるわけなんですね。だからどういう人物であるかっていうのは見た人が判断することであって、私は分からないままやる。はい、これがお前つけんなバロ。撮り終えたばかりの場面を見直す竹中さん。共演した木村拓哉さんの印象を聞いてみた。素敵な方だと思いますね、うん、いろんな要素をたくさん持っている方だと思います。常に可能性を感じている、感じることができる、非常に素晴らしい青年だと思いますよ。何かが起こりそうな2人の共演。木村さんから見た竹中さんの印象は、宇宙人とは言えないんですよ、地球人なんです。この人すごい間口の広い、うん、方です。新海はじめの父親亮次を演じたのは木村拓哉さんとは初共演となった碇谷長介さん。はじめの実家は釣り船屋、飛行機のパイロットになった息子と船乗りの父親とは気まずい関係にある。またよろしく。肌を刺すように冷たい真冬の雨、厳しい寒さの中撮影が行われた。はい、じゃあ仲いつもなんか命がけみたいな、そういう人生をこう海と共に歩んできて、まあ、それを生業としてるという罰、そんな親父ですかね。シップってのはな、昔から船のことを言うんだよ。無断で使うんじゃねえよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮影が終わり、碇谷さんを気遣う木村さん。個人的に夢が叶いましたね、うん、碇谷さんとはなんか一緒にお仕事したいなってすっげえ前から思ってたんで。むしろ私も彼と一緒できるっていうことで、まあ、少し彼も硬くなってるっていいますかね、頑張るしかないと思います。やっぱいけてるわけ。そして新海はじめの弟誠を演じたのは中尾明義君。キャビンアテンダントの役も分かんねえか。分かんねえ。いやもうとにかく嬉しいですね。いや本当に弟でいいのかなみたいな。はじめが一人で暮らすマンション、その隣の部屋に暮らす謎の女パクミスクを演じたのがユンソナさん。撮影現場では茶目っ気たっぷりでとにかく明るいユンソナさん。初めて顔を合わせたスタッフともすぐに仲良しに。なんか気をつけないと。なんかハンドル知ってる人がなんかいるから。インパクトがあって私は結構好きなんで、で
だから自分の気持ちでなんかハングルでも韓国語でもパンと喋ったり、なんかすごく笑ったりすぐ怒ったり、そういうところが私は結構好きで、こう自分がなんか芝居をしながらすごく楽しいです。韓国にいる時も私が一番好きだった俳優さんが木村拓哉さんで、一回日本で仕事するきっかけがあるんだったら本当に会ってみたいなって思うのが夢だったんですけど、本当に私の夢が叶ったって感じで、今日夜家に帰って日記書かないと今日なんか、はい、2002年12月9日東京は記録的な雪となった。この日都内のホテルでグッドラックの制作発表が行われた。皆さんはそれぞれパイロットあるいはキャビンアテンダント、整備士さんの格好などなどということで、劇中の衣装に身を包んでの入場ということになりました。司会を務めたのは、はじめの同僚安住隆二郎役に抜擢された TBS のアナウンサー安住紳一郎。何回か僕もリポーター役とかアナウンサー役ではドラマに何回かお邪魔させていただいて、結構出させていただいたんですけども、連続は初めてです。木村拓哉さんとの共演に安住アナウンサーが出演しているレギュラー番組から取材が殺到。僕がアナウンサー始めて6年目になるんですけども、アナウンサーの仕事としては大体いろいろなことが分かり始めて、そこそこ人並みにできるようになってきたという自信もあったんですけど、ここに来てやっぱり一番最初の仕事で共演するのが、ね、木村さんっていうのは本当に僕はものすごいプレッシャーで堂々とやれってプロデューサーにも言われたんですけど、なかなか木村さんの目見て堂々とやるってのすごい度胸がいて、なんか大変です。早朝の滑走路に次々に現れた出演者たち。飛行機の真下でも撮影が行われた。遮るものが何もない場所だけにとても寒い。いや、ちょっと慣れてきました。全身に携帯回路を目いっぱい仕込んでいる柴崎コウさん。まあね、なんていうか中身が出てきちゃうっていうか。安全の全責任を担うパイロット。フライト前には自らの目で機体の点検を行わなければならない。そんな場面をこれから撮影する木村拓哉さんと竹中直人さん。このドラマでは現役のパイロット指導のもとに撮影が行われた。そのため点検箇所の説明を受け、どのように立ち振る舞えばよいのか一つずつ動きを確認していく。こうした地道な作業がドラマに生かされていた。不思議な人ですからね、その不思議さを僕らは楽しませてもらってるし、もちろん魅力もあるし、こういうものづくりがすごい好きな人だなと思います。いつも思うんですけど、紳士だなって、今回も紳士だなって。レディーファーストだし、あとはやっぱりなんだろう、すごく集中力がすごくて、私はちょっと危機感を毎回覚えてます。気合入れないといけないなって。こちらは郊外にある回転寿司屋さん。ここでも2人のシーンが撮影された。スタンバイ中、柴崎さんは大喜び。ドロン。何が好きなの？サーモンと納豆巻きと納豆巻きとイカとタコとエビと卵。山崎弁当食べちゃった。パンも食べちゃった。でも全然 OK。 和やかな雰囲気の木村さんと柴崎さん。しかしドラマの中の2人には隔たりが。食べるね。ね、あのさ、人無視するのって疲れない？何ナンパ？
そういうの嘘でやってくるの？別に女には不自由してませんから。そうだよね、パイロットだもんね。チャラチャラしてるって言いたいわけ？別に言いたいことなんてありません。全然違う世界の人だし。撮影はお寿司屋さんの外でも行われた。歩みのオートバイが気になる木村さん、寒さのためなかなかエンジンがかからない。これずっと帰れないっていうのどう？ずっとかかんなくて帰れよ。飛行機って舞台の主役なら俺たちは裏方なんだよ。裏方には裏方のプライドの持ち方があるんだよ。仕事に裏も表もないと思いますけど。歩みの先輩整備士阿部隆之を演じたのは金目淳さん。ちょっと抜けよ、お前いつも怒ってんもん。整備士さんってすっごい大変な職業で、並大抵のなんか努力ではなれないかなって僕は資料を読ませていただいて思ったんですけど、やっぱりそれをずっと続けていけられるそのなんか男としてのなんかしっかりとした芯があるんじゃないかなと僕は思いますけどね、はい、男が多いと思うんですよね、この職業。やっぱり女性であんなに可愛い子がいたらやっぱり思いますよ。まあ後輩、そうそう、まあ後輩っていうのもあるけど、なんかそれ以上になんか行ってほしいなと僕は思いますからね。歩みの姉小川香織を演じたのは市川美和子さん。仲の良い姉妹で二人暮らし。内向的なのかな、お姉ちゃんの方がもしかしたら。でもそれとは逆にきっと人付き合いではもうちょっと妹よりはうまくできるタイプなのかもしれないですね。二人家族なんでしっかり守んなきゃって。見守る姉と割と無鉄砲な妹ってな感じですかね。柴崎さん演じる歩みがね、こう自分を曲げないで生きていく姿っていうのにはみんなこうギュッとなるんじゃないのかなって。また言われるよ、お見合いしろって。言われんのは歩みでしょ。なんでよりによって飛行機の整備士なんかなったんだって。覚悟しときなさいよ。平気、もう散々みんなに言われたから。いただきます。いただきます。新海はじめ憧れの存在で良き相談相手となったのがチーフキャビンアテンダントの富樫紀子。パイロットにミスは許されないわ。緊急事態だからこそ落ち着いて対処しないと。同じだ。ん？いや、関西室の甲田ってキャプテンにも全く同じこと言われたんですよ。甲田さんが知ってんですか？外資のグランシア航空からヘッドハンティングされてきたパイロットよ。サイボーグみたいだったから。お腹すかない？あ、はい。あ、私今日ごちそうするね。いやいや、いいですよ。いいわよ。じゃあ肉食べていいですか？黒木さんお母さんなんだよね。あんなお母さんいたら家帰るよね、絶対ね。うん、思います。綺麗だし、うん、可愛いですしね。実際木村さんは可愛いから見てたら可愛いなと思いますし。
市場が入らないようにしたいと思います。もう一つの気になる関係、監査官高田和樹と戸樫紀子。失礼します。自分をいじめなくてもいいんじゃない。高田に対して不信感を抱いてゆくはじめ、一方はじめに厳しい目を向ける高田。こういう仕事に完璧っていう、なんかそういう求める生き方をする人って女性とはどういう接し方をしてんだろうなと思いますよね。こう殻のある人だから、それが破れればいいなと思うんですけどね。操縦士の新海です。入って。失礼します。から高田側も彼は非常に意識してるんで、彼がぶち破るきっかけを作ってくれるんではないかと思いますけどね。この日はドラマの中で使われるタイトルバックの撮影。これから木村拓哉さんが翼の上に乗る。木村さんの何気ない一言がきっかけとなって生まれたシーン、 ANA の特別な計らいで撮影が実現した。ついに翼に降り立つ木村さん。飛行機の大きさを直に感じ、思わず笑みがこぼれる。リモコンで操られたカメラがその表情を捉える。鉄の塊が飛ぶっていうことじゃないか、怖いな。まだいい、原始人みたいなこと言ってるけどさ。でも改めて思うのね、これが飛ぶねんかな。今度は柴崎コウさんと飛行機を飛ばし合うシーンの撮影。木村さんもおもちゃを手にして楽しむ。おいしい。本番を前にちょっといたずら。記念に残したグッドラックの文字。続いては新海はじめの動きに合わせて格納庫の大扉が開いていくシーンの撮影。暖かい日差しがシャワーのように注ぎ込む。まあ、なんかいい映画撮れたんじゃない？明かりがこうさしてくる。マムシーよ、レムみたいよ。いいね。すんごい、開いた途端天国。久しぶりにこんなに太陽を浴びた。クライマックスのシーンに向けて出演者が続々と勢揃い。そんな中、突然飛行機が格納庫を出る。主題歌 Ride on Time が物語をよりドラマチックに盛り上げ、目もくらむほど日をつけて飛び立つ魂に送るよ Ride on Time。 ここは新海はじめの部屋。出勤前の慌ただしい場面を一連で撮影する。全ての動きを頭の中に叩き込みイメージする木村拓哉さん。なんかそのよく信念とか情熱とかっていう感じで表現し、言葉をポンってしちゃっても厳しいじゃないですか。なんか情熱とかね、そういうものって、じゃあ用意、はいで情熱ですってなってもすごく難しいことなんですけど、根本にあるのはでも新海の場合はそれだと思うんで、うん、空を飛びたいっていう純粋なものだと思うんで、それを
しっかりどっかどっかの場所で表現できたらいいなと思いますけど。